はい、おはようございます。おはようございます。田中先生、田中です。今日はですね、吹田市の、吹田田中先生、福田先生との対談です。ちょっと今日カメラ上すぎてちょっとしんどいですけど、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、今日はですね、貴重な時間ありがとうございます。ありがとうございます。暑い中よろしくお願いします。お見晴らしが良くてですね、光も入っていい感じやなと思って。そうですね。かなり僕はくつろいで斜め座りにしたんですけど、まあ、いつも福田先生と来たらついついこうくつろいじゃうんですけどね。はい、まあ、雰囲気が良くて、こう映したいぐらいですね、カメラ本。まあそんなことよりですね、今日は福田先生との対談なんですけど、まあ自己紹介、まず簡単にですね、地域とお名前とご自身のお名前ですね、はい、ちょっと簡単にちょっとカメラに向かってお願いします。はい、吹田市で、炭酸生態やってる奥田と言います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に超シンプルですね。はい、駅はどこの駅になるんですか。そうですね、駅は阪急の駅になるんですけども、阪急の千里線、北千里駅に乗っていただいての、豊津になります。豊津駅ですね。はい、僕今日谷町9丁目からやってきたんですけど、はい、南森町乗り換えたら1本で20分ぐらいで来れたんですよ。そうですね、めっちゃ早いなと思って、やっぱり接続してくれてるっていうことでめちゃめちゃ便利ですね。はい、そこはすごくありがたいですね。本当に20分から30分ぐらいで、まあ、大阪の、ね、天王寺から来れるぐらいなんでいいんですけど、はい、まあ、福田先生とは、まあ、炭酸生態も入っていただいて1年、いや、もう1年半ぐらい。1年半ですよね。去年の1月に。去年の1月でしたよね。はい、はい、ね、ある方の動画からやってくださって、そうですね、で体験会に行って、はいはい、もう思い切ってその日に申し込んで、まあ、度胸は素晴らしいというのはもうやっぱそれじゃないとダメですよ、やっぱり人間って。いや、やっぱね、迷ったは迷いました。迷いました、正直ね。おお、で迷ったんですけど、うん、今やろうと。おお、今でしょですか。はい、もうあそこで行かんかったらもう、はい、ね、やっぱりその次の壁越えにくいなって。なるほど、壁越えるために、はい、その壁って何だったんですかね、福田先生。そうですね、結果は出るんですけど、うんうんうん、痛いって言われるんですよ。あ、ご自身の今までの技術でやったりとか、はい、技術でいくと、うん、そのピンポイントでは捉えることはできるんですけど、うんうんうん、ただやっぱその分痛いと、うん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 、でその分を解消できるかなっていうので、うん、行った時に、うん、なんじゃこらっていうのが正直なところですよ。あ、はい、なるほどなるほど。だ福田先生はまだその時開業してなかったですもんね。そうですね、うん、そうだから、それで開業してなくても入れるんですかっていう質問とかいただいたりとか、はい、でまあまあその自分の筋、施術で痛かったっていうのがあるから、そのなんかそれに改善するものがなんか探してた。そうですね。で、あと僕、そう、僕のとこ受けに来てくださった時って、入った後、入る前、入っての2月やった。2月やったね。はい、だ入ってからその股関節の痛みの時でしたね。そうですね、実際にどういう使い方をされてるかなっていうので、やっぱりその、物はすごくいいの分かるんですけど、うんうんうん、それを自分でどう使っていいかが分からない。落とし込めるかどうかっていうところですよね。はい、はいはいはい、なるほど。本来は申し込む前にするべきなんですけど。ほんまやね、申し込んでからやったんですよね。だから申し込、いや、まあそれはまあまあそういうのは僕はいいと思うんですよ、はい、絶対いいと思いますよ。はい、いいのが入ったんで、じゃあどう使おうっていう考え方でいって、だからもう自分をだからもうゴール設定してから、はい、あえて逆算でどう使ってんだろうみたいなね、はい、来ていただいたのを覚えてますが。そうですね、懐かしいですね。あれはもう2月ですか。去年の2月です。去年の2月なんですね。はい、早いです。もう1年半です、ね、1年半なんですね。はい、いや、いつなんか僕のプロフィール写真のツーショットなくなるか不安でしょうがないんですけど、いつか消されるって言ってましたね。いや、いつか消されるんちゃうかなと思って、ちょっと気になったんですけど。はい、大丈夫です、消しません。でも、あれがいつか彼女と入れ替わらないかなと。いやいや、まあ、まあ実際ですね、開業したのはいつになるんですか。そうですね、去年の10月の11日です。あ、なんか、10月、なんかそういう日にちとかなんかあったんですか。特になんか、いや、こだわりはなく。そうですね、工事の期間とかその辺からで、じゃあいつから行けるかなっていうので行ったのがその日になって、はいはいはい、で、実際その開業する、まあ僕もそうなの、脱サラ組で開業したんですけど、はい、実際その福田先生、開業する時ってやっぱ苦労したところって何かあるんですか。そうですね、やっぱりそのずっと技術を身につけよう、うん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 、誰かの体を何とかしようっていう勉強はじゃんじゃんしてたんですけど、うん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 、経営の勉強って正直してなかったので、はい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 、そこはやっぱり、ね、そこからじゃあ何をどうしたらいいんやろっていう部分で、炭酸生態のコンテンツもあったので、あ、はい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 、
と、もう一つはやっぱり、いつの間にか講習会で、皆さんでものすごい相談に乗ってもらったんですよ。ああ、たっ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 た。福田先生がもう、どうしようって、開業しようか、そのまま働こうかって悩んでた時に、ね、皆さん、12月ぐらいかな、あれ。いや、あれ、まだね、開業する前です。前でしたよね、だから、はい、実践会の途中でしたよね。実践会か、講習会。講習、来てたもんね、はい、はい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 。あの時に悩んでた悩んでた。そうなんですよ、どうしようどうしようって言ってたら、皆さんね、自分の院のことを一生懸命お話しされてる中で、はいはいはい、1時間ぐらい時間いただいたんですよね、うん、みんな相談っていうか、福田先生の悩みをみんなで解決しようと思ってね、はい、じゃあこうしようよああしようよって、ね、何この人たちっていうのが正直なところで、みんなにね、すごいですね、ええ人ばっかりだいや、本当僕もね、はい、もすごいな、みんなチームワークいいなと思って、あれは本当すごかったですね、びっくりしました。もうその動画はちょっとどうぞって言えないから、ね、ですよね、表に出せない、オープンに出せない動画なんで、あれは入った人しか見れない動画なんで、はい、残念ですけども、あの実際その開業、まあ、しました、はい、して、まあ、ここで開業 したわけじゃないですか、はい、結構やっぱり集客ってぶっちゃけ僕もそうだったんですけど、苦戦しますよね、うん、そうですね、最初は、はい、うん、やっぱり珍しいっていう声が正直うち路面店なので聞こえてくるんですよね。炭酸水体って何やろうって言いながら通り過ぎていく。だからそのじゃあどうなるっていうのをちゃんと伝えない限り、それをイメージして入ってきてもらうっていうのはないんですね。なるほどなるほど、はい、珍しいで終わっちゃってたっていうか、はい、で、まあ、まあ今はずいぶんその昔と比べたらね、だから軌道には乗り始めて、はい、あともう一歩ぐらいですわとか、そうですね、まあ、その変化って何かあったんですかね。イベントに参加したことがまず最初ですね。それこそそのイベント一番最初は1年以上前ですよね、うん、イオンで、イオンのやつかな、はい、うん、炭酸世代の一番最初のイベントですね、覚えてる覚えてる、はい、懐かしいですね、はい、はいはいはい、あれに参加して、うん、やっぱその、うん、まだ開業する前だったんですけど、その中でどう伝えたらいいかっていうのをまず勉強して、で、水泳大会に行き、で、バレーボールに参加し、で、また自分で吹田の産業フェアにブースを出して、そう、すごかったんですよね、あれは。僕もイベントでパンパンになって、はい、Facebook に上げれないぐらい大変でしょ。いや、もう写真撮るどころかトイレ行けなかったです。あ、一緒に乗られたらすごかったですよね。すごかったですね。もう恐ろしいですよね、イベントって。6時間何もできないですもん。で、おしっこ行きたくても行けないじゃないですか、はい、あれってほんまに邪魔と思いません？他の僕たち炭酸生態のブースぐらいですか、はい、あんななんのって。そうですね、他のほら30分もみほぐしとかあるじゃないですか、はい、まあ、でもあんな何人待ちとかないわけでしょ。だって6時間立ちっぱなしで、これは待ってるわけじゃないですか。常に10人ぐらいは待ってます。もうすごいですよね、それ、はい、ほんまにテーマパークかっていう感じじゃないですか。いや、もう本当にずっと並んであって、うん、行列が行列を生むし、うん、で、実際にそのイベントでもそうなるだろうっていうのを、うん、過去のイベントで体験できてたので、自分でこうイメージできたのが良かったですよね、はい、だから先にその並んでもいい場所くださいって話ができたので、うんうん、素晴らしいですよね。やっぱ参加するべきですよね。いや、ありがとうございます、はい、最近ちょっと元気ないですけどね来てまた、はい、ここになっちゃったけどでも実際にはイベントって今その先ほど言った伝え方とか、はい、そういうものは生かされると思うんですけど、はい、今最近その福田先生がフェイスブック、僕たちのね、はい、フェイスブックのそのグループページの中でよく事例を結構上げてくださるじゃないですか、はい、実際僕がやってる炭酸生態もそうなんですけど、やっぱ他の先生にこう流れてこう炭酸生態に普及してもらうと、はい、やっぱいろんな先生のその違う味が出てくるわけですね、はい、で特に福田先生の時っていろんなその症例、ああいう写真貼ってある症例とか、この間のその目のやつとかあるんです。そういうのって どんな感じでこう来られるんですか。例えば血糖値の話とかなんてね、はい、どうやってその患者さんが来るんです。いや、前働いてたところで、うん、実は前からずっといてはった患者さんなんですね。はいはいはい。で、血糖値が高いことによって、うんうん、触られると正直痛い、血流が悪いので、で、やっぱそのね、もともと僕の主義痛いって言われてるとこなんですけども、やっぱそれをほぐさないと、うんうん、やっぱその介護のお仕事をされてるので、あ、その方がね、はい、はい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 、
はい、やっぱり毎日体を使うんですね、うんうん、で何とかしてあげたいんですけれども痛がると、うんうんうん、で、前働いてたところでたまたまその炭酸の機械入れていいよっていう許可をもらってたので、はいはいはい、かけてみようか、はい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 、半分冗談半分ですよね最初、うん、ですよね、はい、誰も知らんからね、はい、面白い半分じゃないですか、一回も試してみようってかけてはい、はい、その後触ったら、うん、お互いに固まったんですよ、やらかなったことに感じて、はい、何これ、相手の方も分かったんですか、触られた瞬間に痛くないって言って、こっちも全然違うんですよその当たり感が、あ、いや、はい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 、はい、うん、でもうこれやったら、うん、週2回せっかく来てるし、うん、まあ、あのモニターでいいので、うん、やってみよう、おで2ヶ月後の、うん、血糖値の検査を受けた時に、はい、298が148まで下がったんですね、うん、すごいですよね、うん、びっくりしましたもん ね、 ね、でその後フェイスブックで、ね、何したんですかって分からずに、マジマジマジで、実際そんだけ血糖値が下がるっていうことって、はい、どうせ薄やろと思われるじゃないですか、ですよね、この間の視力のやつもそうですよ、そうですよね、本当はあのフェイスブックで大きく行きたかったんですけど、行きたいじゃないですか、古代広告って言われちゃうんですよあれひどいですね、でも絶対あの、ね、マイナスの発言出ますから、まあ、嘘つけってなるじゃないですか、はい、だからもうグループだけにしたんですけど、じゃあいいと思います、それはよかったです、はい、目はどうなんですか、目の視力のやつってどういう感じで終わるんですか、2回事故されてて、2回も、はいはいはい、でムチ打ちで首がすごかったのと、はいはいはい、あの初見で最初に見た時に鎖骨の位置が全然違ったんですよ、左右の、はい、ちょっと前に出てる状態だったので、で鎖骨の位置の調整とかもしてたんですけど、うん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 、その中でやっぱその毎日スプレーも使ってケアしてもらってて、うんうん、4回目に来られた時に、うん、そういや最近テレビ見る時にメガネいらんようになったんやけど、やばいですよ、あれ何って言われて、やばいですよ、それ聞いた瞬間、はい、え、何がですかって逆に、これだったんですよね、それただ忘れてはったんかなって思ったおーや、普通で、はい、でもそれで本忘れて見えるって逆にすごい、逆にすごい視力戻ってるってことや、はい、そういう症状の方も来てるっていうのをね、もっともっとこう伝えていきたいかないと僕はダメだと思って、はい、あのこういう動画も撮るようにしてるんですけど、実際あの肩こり腰痛って一般症状は似てるじゃないですか、はい、でもこういうもっとその深くいけば視力、はい、血糖値とかもっともっとこう動かない、足が動かないとか膝が悪いとかいろいろ似てると思うんですよね、はい、で実際こういう動画で配信して、あ、もしかしたらこのお父さんがそうか、おばあちゃんがそうだって言うかもしれないんですよ、うん、はい、でちなみに福田先生はここにはどういう人が来てほしいんですか。そうですね、やっぱりあの自分でも気づいてないぐらいの何かその困りごと、あ、自分ではもうそれが当たり前のようになっちゃってるような困りごと、はい、そうですね、あの先日来られた方も、うんうん、あの問診で、うん、肩が痛いです20年って書くんです長いな、はい、だからもうその方にしてればその状態が普通になっちゃってるんです。でもほぼ諦めてはるんですけども、2回目に来られた時に、うんうん、あの今日足が痛いんですって言われたんです。もう肩はいいんですか。肩はあの違和感あるけど痛くはない。おお、20年の歴史を覆したわけですね、福田先生。炭酸がね福田先生です、ありがとうございます。炭酸はそんなのおまけですから、ね、いやいやいや、でも実際すごいじゃないですか。すごかったです。20年のやつは柔らかくなって肩が痛くなくなって、次足、はい、足はどんな感じだったんですか。足はやっぱそのだるさっておっしゃってたので、やっぱその肩をかばってのバランスの崩れから来てるものなので、うん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 、だからね、20年困ってはったことなので、うん、初回に次のご予約ってお話をしても、うん、やっぱちょっと難色を示されてたっていう、はいはいはい、まあ20年も、はい、だからどう迫ったっていう、今はいいけど帰ったら戻るやろって思ってる方すごく多いんですよ。おいおいおい、はい、でその方から後日予約をいただいた時ってやっぱ嬉しいですよね。嬉しいですよ、分かる、はい、実際ありますよね、そういうの、はい、だってどうせ一緒やろうと思って向こうからやっぱり予約取りたいんですけど、そうなんですよ、よっしゃみたいな、ありますよね、はい、分かってもらいました、分かって理解ね、だからもうそっから信頼ですよね、そうです。だからね、あの奥田先生今すごくお店がこう順調に上がってきてるっておっしゃったんですけど、はい、そういうやっぱりその何ですか、きっかけってやっぱそういう無理やりに来させようとかじゃなくて、はい、そういうの気持ちもあるんですか。やっぱりそうですね、やっぱりあの納得していただかないとっていう部分もあって、うんうんうん、うちでもやっぱりその
炭酸生態のスプレーを販売はしてるんですけど、使わない人には売りたくないんです。はい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 。どうせならいいものなので使ってほしいんですけども、うんうん、これ持っといてくださいねって持ってるだけの人やったら、うん、他の人に回したいんです。あー、なるほど、そうやね、はい、うん、本当にいいと思って使ってもらってでこその炭酸生態のブランドになるはずなので、うん、そうですね、まあ、ね、買ってもそのまま部屋にね、あれが転がったり埃かぶってたら、はい、悲しいですよね。ですよね何のために買ったのってなっちゃうので、なるほど、やっぱりそうやって、はい、納得してもらう、はい、だから無理、結構ね、巷のコンテンツでなんか無理やり来させるようなやつがあるじゃないですか、はい、そういう、その手の、もう福田先生は逆に今みたいに、はい、20年凝り固まった人が、どうせ帰ったら戻るやろっていうイメージしてるから、無理やりに取らずに、はい、電話かかってきて、理解していただけましたかみたいな、それ最高ですよね。はい、だってそうじゃないと何のためにこの仕事してるか分かんないんです。そうですよ。だから結構そういう盲目的になっちゃうんですけど、先生はその芯がぶれてないから、はい、多分ね、素晴らしいと思います。だから確かにね、お金稼ごうってやれば、なんとかなると思うんですよ、はい、この業界。でもやっぱり、それって僕らの本質じゃないですからね。何のためにっていうので考えると、ね、うん、回数券を何のために出すかっていう部分が、完全にひっくり返っちゃうんで。そうですね、まさに。はい、あの本にも書いてありましたね、そういうこと。そうですね、ここにはないけど、ね、あちらにあちらにね、ああいう本もね、読まれてこうスイッチが入ったみたいですけども、はい、まあ、実際ですね、福田先生のそのいろんなこの話をして、まあ、治療、熱いね、セラピスト治療家なんで、もしあのスイーターの方がですね、これを見てくださったら、まあ、来てほしいですし、その近所に知り合いの方がね、そのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが困ってるとか、あと最近スポーツも来られてるわけで、来られますよ、ね、そうですね、はい、だそういう全般が広いんですね、その見れる、そうですね、範囲というか、いろんな人が来てるのはぶっちゃけそうじゃないですか、はい、だから、その辺は原因さえね、うん、突き止めれば関係ないですもんね、全然関係ないです、うん、だからもうぜひ何か困ってたら整体院福田に電話してもらったらいいかなと思いますので、はい、また下にねホームページの URL コード URL とか QR コード貼られへんかったんで、まあ、URL ねお貼りしたいと思いますので、はい、いろいろ今日もちょっとね熱く語っちゃったので、またまたちょっと話も途中なんですけど、まあ、また続編いつもまた取りに来ますんで、はい、ありがとうございます、はい、まあ、今日はですね、貴重な時間本当にありがとうございました。まあ、最後にいつもね、カメラに手振ってもらってるんで、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、また皆さんお会いしましょう。さよならー。